2015年9月8日、16時13分。ラスベガス、マッカラン空港、ブリティッシュエアウェイズ2276便が、ロンドン、ガトウィック空港へ向けて離陸を開始しました。この便には乗客157名、乗員13名の計170名が搭乗していました。離陸開始直後、2276便から緊急事態が宣言され、消防車が要請されました。黙々と立ち上る黒い煙、一体何が起こったのでしょうか？今回は、ブリティッシュエアウェイズ2276便、エンジン火災事故を事故調査レポートをもとに解説します。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また使用している映像や画像などはイメージが含まれています。アメリカネバダ州ラスベガスマッカラン空港、ブリティッシュエアウェイズ2276便が定刻よりも10分早い15時55分にゲートを離れました。2276便はアメリカのラスベガスからイギリスのロンドン、ガトウィック空港へ向かう定期旅客便で、所要時間は10時間弱を予定していました。使用機材はボーイング777の 200ER 型機、1999年にブリティッシュエアウェイズが導入した機体でした。この便の機長は63歳、1973年にブリティッシュエアウェイズへ入社し、飛行経験がボーイング777だけで約1万2000時間、総飛行時間で約3万時間という大ベテランでした。イギリス民間航空局によると、機長は過去に事故やインシデント、その他の違反で処分を受けたことはなく、訓練に失敗した記録もありませんでした。そしてシミュレーターの訓練中を除き、これまでエンジン火災を経験したことはなく、事故前に一度だけ計器の故障による離陸を中止したことがありました。当然ながら乗員乗客の避難を実際に指揮したこともありませんでした。副操縦士は30歳、2006年1月にブリティッシュエアウェイズに入社し、総飛行時間が約6400時間、そのうち3100時間がボーイング777に搭乗していました。彼も過去に事故やインシデント、違反行為で処分を受けたことはなく、訓練に失敗した記録もありませんでした。リリーフパイロット、途中で交代するパイロットは45歳。彼は1997年にブリティッシュエアウェイズへ入社し、総飛行時間は約1万4000時間、うち1万時間はボーイング777に搭乗していました。リリーフパイロットも機長や副操縦士と同様に過去に問題のある記録はありませんでした。機長はリリーフパイロットとフライトしたことはありませんでしたが、副操縦士とはフライトしたことがありました。出発時の PF パイロットフライング操縦担当は機長が、 PM パイロットモニタリング計器のモニターや無線は副操縦士が担当しており、リリーフパイロットはコックピット後方のジャンプシートに着席していました。16時12分、ブリティッシュエアウェイズ2276便は滑走路7レフトで離陸滑走を開始しました。離陸滑走開始してから10秒後、コックピットのボイスレコーダーがバンという衝撃音を記録しました。その直後、機体は左に傾き、コックピットには自動音声でエンジンフェールというエンジン故障を示す警告が作動しました。ブリティッシュエアウェイズの運航規則によると、離陸中止の決定は V1 離陸決定速度までに行わなければならないとされており、2276便の V1 は149ノットで、離陸の中止を決めた時の待機速度は77ノットでした。
機長はストップとコールし、推力をアイドルにし離陸を中止しましたが、その直後左エンジンの火災警報が点灯しました。機長は副操縦士に対し管制官へ停止することを伝えるように指示し、副操縦士は管制官へ離陸中止を報告しました。この時機長はギアのブレーキをかけていましたが、当初タイヤのパンクを疑いフルブレーキは使用していませんでした。一方副操縦士は機長がブレーキをかけている時、スラストレバーが推力を上げる方向に動き始めたことに気づきました。ボーイング777はオートスロットルがオンの状態で80ノットに達する前にスラストレバーの推力を下げると離陸の設定を保とうとします。そのため副操縦士はすぐにオートスロットルを解除しましたが、このスラストレバーが動いたことに気を取られ逆噴射を行えず、またスポイラーは展開できませんでした。そして滑走開始位置から600メートルの滑走路上で機体を停止させました。停止後すぐに機長と副操縦士はエンジン火災のチェックリストを開始し、管制塔へ緊急事態を宣言します。一方リリーフパイロットは客室乗務員へ席に留まるように指示し、キャビンへ移動して外の様子を確認したところ、左エンジンから炎と黒煙が上がっていました。彼は客室乗務員へ避難の準備を指示し、コックピットへ戻り機長に対し悪い状況であることを伝えました。衝撃音から30秒後、機長は乗客の避難を決断し、避難をするよう機内へアナウンスしました。同時に副操縦士は管制官へ火災が発生したことにより滑走路へ避難を開始したことを伝えました。この時リリーフパイロットは右エンジンが停止していないことに気づき、副操縦士へ停止するよう指示しています。ボーイング777は左右に4箇所ずつ合計8箇所の非常口がありますが、左エンジンの火災により危険な非常口があったことと、右エンジンが動いていたことにより脱出用スライドが風で煽られ安定しなかった非常口があったことで、当初は3箇所、最終的には最前方の右側と最後方の左側、計2箇所の非常口しか使えませんでした。このビデオでは脱出用スライドが展開され、乗客の避難が始まった様子が確認できます。機長の避難指示から約2分半後、全員の避難が完了。避難中に客室乗務員1名が重傷を負い、19名が軽傷を負いました。乗客の避難後、消防による消火活動が開始され、3分ほどで鎮火しましたが、2276便は左エンジンを中心に大きく損傷しました。すぐに事故の原因と詳細な経過の調査が NTSB アメリカ国家運輸安全委員会によって開始されました。すぐに事故の原因と詳細な経過の調査が NTSB アメリカ国家運輸安全委員会によって開始されました。フライトデータレコーダーの記録によると、滑走を始めて330メートルの位置で左エンジンが故障、故障が発生してから60メートルの位置を起点にタイヤのスリップ跡が続き、さらに240メートルの位置で機体が停止、滑走路上には機体の破片が散乱していました。左エンジンと胴体が熱による損傷を受けているのが確認され、左エンジンの部品はいくつか脱落していましたが、部品が翼へ当たった形跡はありませんでした。胴体の損傷は左側だけでなく右側にも及んでおり、さらに客室内部座席番号 11A 付近にも焦げた跡がありました。これらの状況からまずエンジン故障が起こり、そこから火災が発生したと推測されました。そしてエンジン故障の原因究明が進められると、メインの燃料供給ラインがエンジンから外れているのが見つかりました。
これはエンジン内部の部品が破断し、それが燃料ラインに当たったためと推測されました。この状態だと燃料バルブが閉じられない限り燃料が漏れることになります。フライトデータレコーダーの記録によると、エンジン故障からバルブが閉じられるまでは28秒かかりましたが、ボーイングのシミュレーションによると400リットルの燃料が漏れ出たと想定されました。さらにエンジン内部が破損した原因の究明も進められ、金属疲労によって亀裂が発生し、一部の部品が破断したことが分かりました。破断した部品が燃料供給ラインに当たったことで、燃料供給ラインがエンジンから分離し、燃料の流出が発生。この流出した燃料により火災が広がったと結論付けられました。そして事故当時の検査手順ではこの亀裂を発見することはできず、事故後エンジンメーカーの GE ゼネラルエレクトリックおよび FAA アメリカ連邦航空局により検査の手順が改定されました。なお事故機は修理が行われ、半年後の2016年3月に運航へ復帰しています。過去に同じくエンジン内部の破損が事故につながったケースを取り上げたことがありますが、旅客機のエンジンは非常に複雑で、メーカーや航空局によって承認された検査方法でも破損を検知できないことがあります。今回幸いにも死者が出ませんでしたが、これ以上検知できない破損が発生しないことを願うばかりです。ブリティッシュエアウェイズ2276便、エンジン火災事故いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。